小笠原出てきました。ジャイアンツファンの大きな声援に後押しされまして、左のバッターボックスに向かいます。背番号2、古巣日本ハムとの対決になります。まず勝負は江川さんどうでしょうか。すると思いますね。勝負はする。ここは、小笠原が決めるのか。ノーアウト二塁三塁、内野前進。初球見ました。金本さん、はい、17年目39歳、はい、苦しんできた小笠原です。そうですね、まあ、39ですか、はい、まだ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 いきますよ。まだまだですか、はい、今年40歳になる小笠原道博、ワンボールからの2球目を待ちます。あ、ファウル。このケースは、はい、外野手は2アウトランナー2塁のサヨナラのケースよりね、はい、ぐっと前に来るんですけどね。ノーアウト2塁3塁です。もうタッチアップでサヨナラじゃないですか、はい、その位置から取ってもさせないんですよね。3塁ランナーは坂本、補填ヒットを防ぐために、はい、もうかなり前に来るもんなんですけどね、その守備範囲の広さにも自信があるということでしょうかね。その前に出てきて取って、いやバックホームできると。どうですかね、補填ヒットを防ぐっていうのと、もう、はい、あの位置から定位置からもうさせないじゃないですか、うん、させないですか。もともとピッチャーだった中田翔、そして強肩の陽大が、さらには大谷翔平という外野陣。さあ追い込んだ増井、2-2。ここまで金本さん、すべてストレートですね。そうですね。小笠原のそのスイングどうでしょうか、そのストレートに対して。いや、心理ですか、もうどうもう打ちたいでしょうね、心理は。仕上げて、これ金本さん、はい、まあ、真っ直ぐには落ちるボールがありますが、ずっと真っ直ぐで来てますけども、来ますね、まあ、バッターとしてはやっぱりその真っ直ぐを、に対して力負けしないようにっていうのがまず第一なんですよね、はい、こういうピッチャーは。しかしやっぱフォークがありますから。そうなんです。まっすぐに振り負けまいとしたら、やっぱりフォークは振り空振りしやすくなりますよね。どこまでこの増井、鶴岡のバッテリーが続けるのか。ストレート、すべてストレート。これ江川さん、最後までまっすぐですか。いや、もうそろそろ僕は落とすと思いますけどね。そういう頭も金本さん、小笠原にありますか。いや、バッターもう2歳になった時点でもう、やっぱフォークとストレートというもう両天秤になりますよね。7球目、変化球、おっと危ない。よく見ましたね、小笠原もよく見た。これ江川さん、スローがどうですかね、ちょっとフォークが抜けましたかね、今ね。でもね、これでもうバッターの頭はストレートの方に強くなりますから、はい、そうですか。フォークがいいとこしたら、ね、絶対振りますね。なるほど、逆に。バッターは振るかどうかだけだと思います、フォークだったらね、もうね。小笠原がその間を食らいました。
唇が乾いてきました。マウンド上の増井、ドームに備える大谷。それ取った。さあ大谷だ。大谷下がる。大谷下がって入った。なんとサヨナラホームラン。小笠原道大、実に2年ぶりのホームランはサヨナラホームランになりました。今ホームイン。ライト大谷の頭上、ジャイアンツファンで埋まるライトスタンドに消えていきました。小笠原道大、自身3本目のサヨナラホームラン。ジャイアンツ延長11回サヨナラ勝ちです。いやー金本さん、はい、小笠原がやりましたよ。小笠原らしいホームランですね。そうですか、はい、らしい、らしいですね。最後江川さん、まっすぐ振り負けませんでしたね。見事ですねこれね。昨シーズンは1997年以来15年ぶりに小笠原はホームランがありませんでした。2年ぶりのホームラン。キャンプ途中に折れたバットが左手に当たり、左手の人差し指15針縫うという怪我がありました。これからという時に怪我があって戦列を離れました。戻ってきた39歳、この後お立ち台に上がります。打ち上げて金本さん、はい、まあ、麻酔には落ちるボールがありますが、ずっとまっすぐで来てますけども、来てますね。まあ、バッターとしてはやっぱりそのまっすぐを、に対して力負けしないようにっていうのがまず第一なんですよね、はい、こういうピッチャーは。しかしやっぱフォークがありますから。そうなんです。まっすぐに振り負けまいとしたらやっぱりフォークは振り空振りしやすくなりますよね。どこまでこの麻酔鶴岡のバッテリーが続けるのか。ストレート、すべてストレート。これ江川さん、最後までまっすぐですか。いやもうそろそろ僕は落とすと思いますけどね。そういう頭も金本さん、小笠原にありますか。いやバッターもう2歳になった時点でもう、やっぱフォークとストレートというもう両天秤になりますよね。7球目、変化球、おっと危ない。よく見ましたね。小笠原もよく見た。ジャイアンツファンの大きな声援に後押しされまして、左のバッターボックスに向かいます。背番号2、古巣日本ハムとの対決になります。まず勝負は江川さんどうでしょうか。まあ、すると思いますね。勝負はする。ここは、小笠原が決めるのか。ノーアウト二塁三塁、内野前進。初球見ました。金本さん、はい、17年目39歳、はい、苦しんできた小笠原です。そうですね、まあ、39ですか、はい、まだまだ
だまだいきますよ。まだまだですか、はい、今年40歳になる小笠原道博、ワンボールからの2球目を待ちます。あ、ファウル。このケースは、はい、外野手はあの2アウトランナー2塁のサヨナラのケースよりね、はい、ぐっと前に来るんですけどね。ノーアウト2塁3塁です。